要どこにいても見つけるし、どんな時でも応援してるから、みゆちゃんの思いにチャレンジしてくださいね。これからみゆりとともに本当におめでとう、ありがとう、ちゃんやちゃんや。ちゃんや、ありがとう、だね嬉しいちゃんやです。ひかる、次ひかるだ。たよちゃん久しぶりです。ひかるです。シングル復帰おめでとう。マジで心の底から嬉しいです。10月28日の握手会、京都から行きます。夜勤明け直行で幕張向かいます。やばい、お疲れのところありがとう。本当に初握手です。初握手か、嬉しい。ひかる、ありがとう。ひかる、はい、あ、インスタ、いえいえ。じゃあ初握手待ってるね。あ、ひろくん選抜復帰おめでとうございます。頑張ってください。ありがとう、ひろくん。ひろくんありがとう。ローソンおじさん、ローソンおじさん、選抜おめでとう。みゆちゃんの頑張りがあったから選抜になれたと思います。今回もみゆちゃんの精一杯で、ますますファンを獲得してね、応援してるよありがとう、ローソンさん。これからも一緒に頑張ろうね。ありがとう。次、赤星慎吾さん、慎吾ありがとう。赤星慎吾、はい、選抜いろんな歌番組でみゆちゃん見れるのすごく楽しみにしてます。楽しみにしててください。ありがとう福岡の高文、選抜おめでとうございます。ありがとう。福岡の高文ね、高文、いちごとか有名だね。あまおう大好き。パフォーマンスを見て元気にさせてくれてありがとうございます。今後すんだらの活動を期待してます。応援してます。ありがとう、福岡の高文、いたね。トムトム武道館3日間全部行きます。楽しみにしてます。ありがとう、武道館楽しみにしててね。待ってる、ありがとう、トムトム。次、あ、あやかんだ、名前が変わってる。あやかちゃん、2部もサインありがとう。この前のささやきラジオもありがとう。ニュー好きで早くパン屋さん行けますように。そして下和田好き、お揃いのものも楽しみにしてます。そう、いろいろお揃い買ってくれてありがとう。いつも大切に使ってます。ありがとう。マホリン、ありがとう、マホリン。ニャドン書きたいけどちょっと難しいからさ、あ、一応見れなかった。マホリン、ヤホー選抜復帰おめでとう。いつも頑張ってて本当偉いね。今日の仕事の予定だったけど絶賛新潟ウイルスでねえ、マホリン、だから配信見れてるよ。どんな注射も効かないからタオのラブ注入してください治して早く会いたいぞ早くミュウイルスから解放、あー、ちょっと解放されると困るから、うん、インフルは早く治してください。注入ありがとう、ノリありがとう。次が眠けんありがとう。あ、胸けんだった胸けん。こんばんは、選抜メンバー選ばれてよかったね。これからも選抜メンバーに選ばれるように頑張ってね。ところで下を見る写真集はまだですか
らいそんなに、うん、いつかするかも。楽しみにしててね。ありがとう。もーくん、もーくん、もーくんどうも。もーくんありがとう。牛ってどんなんだっけ、こういう感じ。牛、もーくんありがとう。これからも精一杯頑張ります。ピッカピッカピッカ。ゆうさんお元気ですか。イギリスからこんにちは。ヨーロッパに行きたいですが、サインありがとうございます。あ、ヨーロッパに行きたいです。すごい行きたいんだよね。でもなんかなかなかやっぱトークってさ、サインありがとうございます、今まだ勉強中ですが、日本語が下手な私を許してください。いや、日本語上手です、ありがとう、伝わったよ。いつかヨーロッパ行きたい。で、シュンヤだ、シュンヤシュンヤシュンヤ一発で選抜復帰、さすがや、ありがとう、嬉しい、みんなの応援のおかげありがとうございます。シュンヤありがとう。あ、ケアイスさん、キスって読むんや、キスっていうことで唇おちょぼ口。選抜復帰嬉しいよ、ありがとう、キス、またね。はねくり、はねくり、はね、10月のコンサート見に行きます、楽しみにしてます。私も楽しみにしてる、見つけたいな。ありがとう、はねくり。落合ひろき、落合ひろき、選抜復帰おめでとうございます。ジョンマイラブ、笑ってもいいえ、ペコパン朗読劇と映画を見に行きました。演技をしているみゆちゃんが大好きです。ダンスと表現力、あ、歌唱力のアップがすごいです。写真集の発売期待してもさみんな写真集期待してるな、楽しみにしててね、ありがとう。続いて天聖、アートオブ48を見てファンになりました、ありがとう天聖。ダンス歌とってもかっこよくて大好きです、いつも応援してます。天聖嬉しい、ありがとう、待ってます、またいつか会いに来てね、ありがとう。ジョイポン香港さん、ジョイポン香港さん、ありがとう、ありがとう。みほ、みほありがとう。ありがとう。アイドルとしてステージ上でパフォーマンスしてるみゆちゃん、舞台上で女優として演じてるみゆちゃん、ふわっとしてるんだけど実はしっかり見てとても優しい、そんなみゆちゃんのことが大好きです。これからも思い出いっぱい作れたらいいな、よろしくね、こちらこそよろしくお願いします。みほありがとう。なんなん、なんなん、なんなん、10月13日はなんなんの65歳の誕生日、おめでとう、なんなん、ハッピーバースデーおめでとう見に来てるかな今日、おめでとう。あ、なんなんおめでとうございます。魚、魚、今日はショールーム見られなくてすいません、オンライン話し会で会いましょう、大好き、オンライン話し会お待ちしてます、ありがとう。あ、ミュコムさん、
ミューコムミューちゃんの AKB48 62枚目シングル選抜を心からおめでとう。心から嬉しい、ありがとう。ゆう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 、あ、ギター書けばよかったかな。ゆうゆう相変わらず手紙は書かない派で、自分らしく目に伝えられないこと、伝えられることは何かと思いを巡らせてみるが、やっぱりギターをかき鳴らしながらダミ声で歌うのが一番自分らしい。これからもゆるくお付き合いください。こちらこそ、よろしくお願いします。どんな絵の形も私は嬉しいです。ありがとうございます。ゆうゆうありがとう、ありがとう。右右左、ナルトチャンネルいつも楽しみにしてます。ナルタオとメンバーとの関係性が知れて嬉しい。日々の編集が大変だと思うけど継続は力なり。そうだよね、そうだそうだ、ありがとうありがとう。ミギーこれからも YouTube 楽しみにしててね。みちお、あ、みちみちお、なんかフルネーム言いたくなっちゃうね。最近話し会とか会えるイベントが少なくてなかなか会えないのが寂しいよ。でも今度の武道館や握手会だとかマジでずっと楽しみ。嬉しい。これからもふざけて楽しもうね、ありがとう。まね、次まさみち、まさみち、まさ、あ見て、ちだけカタカナで書いちゃったんだけど、ちだけカタカナにしちゃった、書き直すね。まさみちはい、まさみち選抜おめでとう。みゆが頑張ってる姿にいつもパワーをもらってます。これからも素敵に輝いてね、応援してるよ。まさみちありがとう、嬉しい。あ、山じゅん、山じゅんさん、山じゅん、松じゅんみたい、山じゅん選抜、あ、じゃあ新選抜メンバー発表の生配信をドキドキしながら見てました。みゆちゃんが出てきた時嬉しくて手を叩いて喜びました。みゆちゃん努力が報われて本当に幸せます、幸せます。今回も AKB としてはもちろんのこと舞台やドラマ等での活躍も楽しみにしてます。山順ありがとう、嬉しい。これからも見ててね。なっちゃん、下大西推し、なっちゃん、なっちゃん、みゆちゃん改めて選抜復帰おめでとう。いつもたくさんパワーもらってます、大好きです。私もなっちゃん大好きだよ、ありがとう。ひよぱーん、ひよぱーん、パン、アンパン書いとくね。選抜復帰おめでとう。リミストサイン会またできてよかったね。いよいよ新曲発売も近づいてきて、いろいろ忙しくなるだろうけど何事も楽しみつつ頑張ってね。ありがとう、ひよぱーん、ありがとう。これひよぱんのパンのアンパン、ありがとう。しんご、あ、しんご、しんご、選抜復帰おめでとうございます。オンラインお話し会に今度行きますね。お、オンライン話し会お待ちしてます、ありがとう。しんごプレシー、あにゃーん、プレシー、次のオフラインイベントでまた会おう。クリスマスに行けたらいいな。うん、クラムたしまんなって勝ち、あにゃーん、あにゃーんありがとう、待ってるね、待ってます、切れよ。あ、ベンジャミン、ベンジャミン、再び握手会で会える幸せをかみしめてます。よろしくね、こちらこそ握手楽しみにしてるね、ありがとう、待ってるね。スタンリーシー、あにゃーん、
退院しとく応援します。学業とアイドルの両立を立派にこなしているみーちゃん応援します。ありがとう、本当に卒業できそうなのでギリギリ頑張るね。ありがとう、神様だ。次がヤムちゃん、ヤムちゃん、ヤムちゃん、輝いてるみゆちゃんを見ることができるのは嬉しいね。やっぱりいっぱい見ちゃう、いっぱい聞いちゃう、いっぱいにいっちゃう、いっぱい、いっぱい会いに来ちゃう、はい待ってますいっぱい待っちゃう、ありがとう、じゃね。あ、梅たん、梅た、梅た、映画、舞台、ドラマ、全部見に行かせてもらって、みゆちゃんに出会わなかったら触れられなかった素敵な作品たちと出会えて、いろんなみゆちゃんを知れてますますみゆちゃんを好きになりました。わら、みゆちゃんさらんよ、さらんよ、ありがとう、めた、嬉しい、ありがとう嬉しい、ありがとう、ありがとう。4に、あと大切なミユへ選抜復帰おめでとう。やっぱりミユはやり遂げると思った。より多くの可愛くて素敵な姿を見ることができて嬉しい。18日私の誕生日に劇場公演で会えて本当に嬉しかった。私にとって大きなプレゼントになってくれてありがとう、ミユ。やさらえよー、みゆやさらえよー、こまもよー、かみさんだー嬉しいありがとう。続いて LC1203、 ゆうのすべてのパフォーマンスが私の日々の活力になってます。ありがとう、これからもファイトだよ。ありがとう、 LC1203 さんもファイトだよ。ありがとう、嬉しい。しほこ、しほこ、みゆちゃん選抜入りおめでとう。超嬉しいし超楽しみです。この幸せな気持ちをありがとう。みゆちゃんがアイドルなんかじゃなかったら私はこの気持ちを味わえなかったし、好きだと伝えられなかったので、みゆちゃんに大感謝、ありがとう、大好き、ありがとう、嬉しい、いつもお手紙もありがとう、ありがとうね嬉しい。かずき、かずき、なんかかずきっていいね、なんか、あ、ウィンザーミュウのおかげでとっても楽しい日々を過ごすことができてます。 AKB 仲間で新しい友人も多くできました。ありがとう、仲間たちと一緒に新曲とミュウを精一杯盛り上げるの一緒に頑張ろう、頑張ろう、ありがとうありがとう、かずきだね。ゆきちゃん、ありがとう、ゆきうさぎゆき、みゆちゃん改めて選抜お帰りなさい。今回のシングルもみゆちゃんに会いに行けるように大学頑張るね。体調に気をつけて、お互いダンス頑張ろうね、頑張ろう、ありがとう。服とかダンスとか本当にありがとうね、いつも嬉しい、またね。あ、どうしじゃけん、どうしじゃけん、猫描いた、猫。みゆちゃんお疲れ様、全国ファミもアンダーではなく選抜として全部に参加できるけど、これから半年は学業と両立で大変な日々頑張りを見守ることしかできない。ごめん、会えるのがチーと減るけど我慢、半年後にはみんなで歓喜の祝賀会しよう、頑張りんさい、ありがとう頑張るわ、頑張るね、またね、ありがとう。でもちょっと会えなくなるのは寂しいね、待ってるからね。みつろ、今日誕生日、
誕生日だって、おめでとう。何歳なんだろう。ケーキ、はい、みつる誕生日おめでとう。これ誕生日ケーキ紙だけどこれからもよろしくね。からだにピース選抜復帰で極東ロシアまで来ていただけて、私は嬉しさのあまりに卒倒してしまいました。本当にありがとうございます。北海道といえばドリカム、ドリカムといえば嬉しい、楽しい、大好き、あ、嬉しい、楽しい、大好き。12月極東ロシアで待ってます。楽しみにしてます。カラダインピースさん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。え、私名前呼ぶの忘れた、もしかして誰の忘れたかな。はい、カラダインピースさん、ありがとうございます。じゃあ次、クワク先生、クワハクソン仙人、クワハクソン仙人、ソン仙人、仙人。この夏に食べたかき氷の中で一番記憶に残るかき氷を一つだけ選ぶとしたら何か知りたいです。あの栗のかき氷です。大好き、美味しかったです。ちんちゃませっそよ、おすすめ、ありがとう、かんぱんだ。もぐけじゅせよ、やすひろ、みゆちゃん選抜復帰おめでとう。みゆちゃん選抜に欠かせない存在だと思います。これからも神推しです。やすひろありがとう。これからも神推しでいたいです。ありがとう。次、ナブナブナブです。最近の公演振り付けの部分で、あ、〇〇な部分は〇〇に表現しなければならないのように自分で気にしてる振り付け、トレンドというかポイントはありますか。いつも完璧なパフォーマンスを見せてくれるみゆちゃんなので気になりました。え、私ですか。私はですね、あのフィーリングまあ第一にフィーリングと、あとはまあそうですね、この振りはどういう意味なのかなって考えるようにしました。はい、なんかあんな先生とか言いそうじゃないですかね。なんかこれはどういう意味かちゃんと考えなさいって細かくね。そうだから、そういうのちょっと考えるようになりました。はい、ナブさんありがとう。次が小田、え、小田入り小田小田、5月の生誕祭を劇場で見てました。今回初めて参加します。これからも応援してます。選抜復帰おめでとうございます。ありがとう小田、これからもよろしく。初めて参加してくれて嬉しい小田ありがとうね。また待ってるからね、ありがとう。ぬこっぱ、ぬこっぱ、そう、文字のミスが多いです一部に比べて。ぬこっぱ、ぬこっぱ、みゆ姫さん、マイフグをたくさん食べるとこんなにそんなに綺麗になりますか。いや、それはもともとみゆ姫様が綺麗だからです。みゆのフグぬこっぱより。カムサンダー、ちょっと読んでて袋をはい、ぬこっぱ、カムサンダー、ありがとう、ありがとう。確かに給食でフグ出てたな、山口県。次、インニン、インニン、インニン、
じゃあ久しぶり中国からのファンです、選抜復帰おめでとう。今ロンドンに住んでいる、リアルお話し会は参加できない、でもオンラインお話し会を参加する予定です。とても楽しみ、インニー楽しみにしてるよ。そうだよね、この前話してくれたもんね。お仕事頑張ってね、ありがとう。言った言った、ダン、ゆうちゃんの選抜入りを一番最初に実感するのがリミスタのサイン会なので、サインをもらえて嬉しいです。選抜に入ってくれてありがとう。いやこちらこそありがとう、申し込んでくれて嬉しい、ありがとう。ゆったんこれからもよろしくね。柳柳柳、みゆちゃんさっきぶりです、先ほど当たってくれてありがとう。リサビもしょうがないな、だけど寝坊はやめられない、あなたは向かっているのね、パンカツしてくれてる、セリちゃん裏切れないと。うまっ、今度怒られに握手会に会いに行きますね。はい、待ってます。はい、待ってますね、絶対待ってますよ。みゆ大好き、ありがとう。ありがとう、待ってるからね。だね、来てもらったらあれだね、私の目の前で同じフレーズを歌ってもらおうかな。はい、じゃあ続いてザゼロさん、下はみゆ姫様と鉄様とアミちゃんとボールドゥール姫様と安井春日様、今年は俳優という夢のルートに一歩ずつ進む年でしたね。ますます広くなって発展するみゆ姫様の演技を見ながら幸せです。来年の演技編集も楽しみ、ゆみゆ楽しみにしててね、ありがとう。確かに本当に今年はなんかいろいろと恵まれた1年ですよね。すごい幸せだなって思う。ダゼロさんありがとう、すごいいい振り返りになった、ありがとうね。またね、また演技の話しようね。ひろゆき選抜復帰おめでとうございます。先日シューチャーのペコパーのサイン色紙に当選しました。お、映画はまだ見れてませんが DVD でなら買います。ニューシングル発売でこれからミューさんをたくさん見られるの楽しみです。北の大地から応援してます。メダルピーチさん、メダルピーチさんありがとう。ひろゆきピーチってことだったのでピーチの絵、ありがとう。メタルピーチさん、またね、ありがとう。タンダ流星、タンダ流星、みゆちゃんへ、かわいいよ、大好きだよ、10月22日に会いに行くね、待っててね。待ってます、みゆちゃんのうちは持っていくから見つけてね、頑張ってね、いつもお手紙読んでくれてありがとう、また書くね。流星ありがとう、この前も手紙もらって嬉しかったです、ありがとう流星、またね、また待ってるね。すごいひろゆきって名前に反応してる。あ、ギョギョッパー、みゆちゃんこんにちは、いつもみゆちゃんの活動を心から応援してます、元気でいつもお話し会のたびに神様の反応をよくしてくださってありがとうございます、でも可愛くて笑いを失うことができないようです、オンラインお話し会楽しみにしてます、愛してます、ありがとう。ギョギョッパー、ギュギュギョギョッパー、감사합니다、기대、다시만나요。テイちゃん、あ、テイちゃん元気、テイちゃん、みゆちゃんこんばんは、改めて選抜復帰おめでとう、この前劇場でみゆちゃんのダンスを見てなんと無意識に涙が出てきました、テイちゃんで、みゆちゃんのパフォーマンス本当に素晴らしくて魅力的です、大好きです、テイちゃんありがとう、また劇場で会おうね、ありがとう、だね、小西、小西頑張ってください、10月28日幕張メッセに行きます、よろしくねパー。
なんでパー、ありがとう小西。10月28ね、分かった、待ってる、またね。ありがとう。あ、青くん、青、すごいシンプル、みゆ愛してます、ありがとう。嬉しい嬉しい、ありがとう青くん、たまんよ。カナダのユン、カナダのユン、カナダのユン、ありがとう、ありがとう、 Thank you so much、 Thank you so much。 あ、ちひろさん、選抜復帰おめでとう。MV や歌番組で見られると本当に嬉しいし、みゆちゃん、みゆのビジュアル最高っていつもなる。選抜に限らずみゆのいろんなお仕ご活動をこれからも楽しみにしてるね。体に気をつけて、お仕事や大学頑張ってね。昔も今も、そしてこれからも大好きです。ありがとう千尋さん。ありがとう千尋さん、これからもよろしくね、ありがとう。ほいほーい、ほいほーい。ここで一句、下を見ず上だけ、上だけを見て歩む君、後ろを見れば笑顔の身より。素敵、素敵すぎる、ありがとう。みんなずっと笑顔でいようね、ありがとう。あ、サインさん、みゆちゃん、サワディカー、おー、ハワイユー、プリスカムトゥタイランドアゲイン、アイライクミューアンダイケビ48、ブリマッチ、イエーイ、ありがとう。I want to go Thailand, thank you, コポンカー。クマちゃん、くまちゃん、くまちゃん、いつもゆいゆいハッピー来てみゆちゃんに求婚してる人です。この度公式にみゆちゃんが 1.5 推しに昇格したことをご連絡します。みゆちゃんの顔が銀河で一番タイプです。可愛い性格や天然なところ、可愛いパフォーマンス、かっこいいパフォーマンス、すべて好きだ、絶対結婚しような、はーい。みゆのくまちゃん、ありがとう。みゆのくまちゃんだもんね、ありがとう。西野圭吾さん、ありがとう。圭吾、前から大好きでした、いっぱい褒めたいので今度握手会でよろしくです。たくさん褒めてください、握手会待ってます、ありがとう圭吾、ありがとう。あ、カティカティ、ありがとう。気づいたら目で追っていて、気づいたら好きになっていて、今ではもう虜です。いつも優しさと笑顔に元気をもらってます、ありがとう。改めて選抜復帰おめでとうございます。この先もずっと応援し続けるって約束は永遠です。これからもよろしく、大好きカティ、ありがとう。あ、待って、見えちゃった、ありがとう。ジンソルシー、ジンソルシー、カムサムダー。みゆちゃん、はい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 、 AKB48 選抜おめでとうございます。ダウン実力が本当に良くなりました、やった。これから少し、もう少したくまして、ソロコンサートも選択曲ももらえるようになることを期待してます。ファイティーン、わー、ジンソルシー、ジンソルシー、ありがとうございます、カムサムダー。シノピ
ピーありがとう。みゆちゃんへどうも、しのぴーです。今日もリミスタお疲れ様です。検証員にはなってませんか。いつも頑張り屋のみゆちゃんが床で寝落ちしてないか心配しながら夜寝につく毎日です。最近はしっかりベッドで寝れてますか、心配です。最近も相変わらずです。検証員は大丈夫です。ありがとうございます。ありがとう、しのぴー。しのぴーもベッドでゆっくり寝てね。ありがとう。キデキキデキキデキ、みゆちゃんこんばんは。選抜復帰おめでとうございます。握手会で会えるの楽しみです。ナルタ公演よかったです。やった。エイズの曲を公演で聴けて感動しました。また開催してほしいです。これからも応援します。無理せず健康に気をつけてくださいね。ありがとう、キデキ。ありがとう。またナルタ公演とかあったら来てね。ありがとうね。これなんて読むの、ちょっと読み方が分からへん。すごい難しい感じ、難しい感じです。とってもはい、大好きです。頑張ってくださいって。ありがとう。ち頑張って書いたから届くの楽しみにしててね。ありがとう。はい、次がラストです。ピーヌシーさん、ピーヌシーさんありがとう。みゆちゃん大学ファイト。疲れたら休めばいい。タイに遊びに来てください。マンゴーともち米かき氷はとても美味しいです。タイちゃんのかき氷はとても、タイちゃんのかき氷、お茶のかき氷なんてあるんだね。ありがとう、ピーヌシーさん。本当に行きたい、タイ遊びに行きたいです。はい、いつか行きます。ありがとう、ピーヌシーさん。はい、以上リミスター終わりです。ありがとうございました。本当にね、申し込んでくれてありがとうございました。すごく楽しかったです。久しぶりのリミスタだったからね。また次のシングルでもリミスタできるように頑張るし、みんなもぜひ応援してくれたら嬉しいな。ということで、これでリミスタは終わります。本当に来てくれてありがとう。またショールームするね。待ってます。届くの楽しみにしててください。申し込んだ方はぜひぜひ。じゃあ、すごいたくさんメッセージで元気もらったので、今日はちゃんとベッドで寝たいと思います。ありがとう。じゃあ、おしまいにします。優しく切るね。またね。ありがとう。